どうもー、サンマの団員戦、売っとります。お、ちょっと左のこの浴衣と頭の冠、私も持ってますね。今、若干8段に落ちそうなところなんで、ここはトップ取って、限定に近づかないと、4まであった。この7段、8段、9段、10段。私は4まだと、7、8、7、6、7、8みたいなことを繰り返したんですが、ここが一番最初に仕掛けるのは誰か。まあ長い。ちょっと待った。一番手こずる場所なのかなと、なんとなく思うんで。プレイヤー、一気に突き抜けたいところ。これは先ほど切った牌。一通ドラドラ。サンマならチーソーズボット。結構来るので。シーソー待ちでテンパった時のために初めに数層を落としときます。まああんまりサンマだと筋とか中筋とか4マに比べると多少説得力ないですけど、これはそうリーチ、まずはリーチ一通ドラドラ満貫です。まずはサクッといつも裏ドラで跳ね満ぐらい上がりたい。上はなんか、チーソーいらなそうですね。スーチーソーいらなそう。まあ、ペンチャンなんでめくり合いは不利ですけど、リーチこっちかけてるんで、勝ちたい。もうこっからは運のみ。神のみぞ知る。やめて。なんかまずいよ。うわー、お見事。70目にもピンズ外してこの手を作ってたか。いやいやいや、サンマなんでと言ってもさすがにおやばいクラスになるとちょっとピンチです。よし、ヘイドラさん、親を流すついでに8000上がって回復したい。こいつまであわよくばです。または3個くらいなんかつく可能性ありますが、チューン重なってもでもこれはこれは先ほど切った。ああ、ちょっと痛いな。自然な形で本一にはならなそうですね。強引に本一行けば多分張ったりしますけど、普通に行くと積もり3個系で転敗しそうなんで、さあこの範囲に反応するか。ちょっといいや。シャーペードラさん、シャーは薬牌なんで泣いてもいいんですけど、若干私は面前派で行きたいけど、泣くのがなんか正解な気はしますね。ちょっともう2枚目なんで今のシャ。まあそこはいい。せっかくなんで本一イーシャンテンにとって、結局予選の回ってなっちゃいますね。うん、この辺までは3個見てたんですけど、結局最初から寄せろよと。うん、その通りです。ここは勝負なんで。うーわ、なんじゃそりゃ。うーわ、リャンウッパーサブローソーのごめんちゃん。まあ、参考じゃない。休めといえども。少しホームラン狙いすぎか。しゃーないて、なんかシャーペードラさんとか。いやいや、少し手が伸びてきただけになんか。プレイヤーはなんちゃです。大きくいったんですが、このざまです。現在のトップはトイメンです。ここはトップからの直撃。なんドラ一2000点。一体どんな結末となるのでしょうか。親番さえ回ってくれば いくらでもトップ見れるのがサンマなんで、トン2局、なん3局、この2つを経過して、三茶引くなら三茶引きたい。場は膠着状態。
集中だ集中。一番理想はなんと9万のシャボで、または片方をあんこにして面前でいきたい。神茶捨て牌に中ちゃんぱいが並んでいます。雲行きが怪しくなっています。2枚目の難が出たらなんかポンせざるを得ないようなもう状況ですね。あ、これで面前が見えてきた。プレイヤーあっという間にイシャンテン。リーチドライチ。残2ですね。残2です。50分です。ヤンゾは2か。一番最初に仕掛けるのは誰か。おっとここでリーチ。ここは面前で追っかけたい。もうここから追いつけるのでしょうか。やめて。追っかけリーチまでいけるか。さあよしリーチ。追っかけリーチ。やめて。あーっと。となんかエフェクトが強烈。高めの1つドライオン、バイマン、水の1つドラゴン、バイマン。これはまず2茶ですね。さすがに7万点以上差があると、これはまあ2茶で終われればいいと。ラブトン、ドラ、ドラ、1万2000上がれれば、それでいいです。本一はつけばいいけど、本一よりは上がりを優先して、そんだけポン。まあ、自然な形で伸びれば問題ないです。この形でも、ジャントはないですけど、トンはポンしたい。はい。ここまで伸びたら寄せようか。重苦しい場になっています。つもぎりが続きます。重苦しい。いや負けれねえ。最近3茶3回ぐらい連続でなんか引いてる気がするので、まあ、先日、1茶の確率が一番高いみたいな、1茶2茶3茶は比率はいくらですみたいな動画を出して、あ意外と1茶率高いなと自分の中では思ったんですが、急に3茶連続で引かされてるんで、どっかで、スルー、ここはスルーです。ここで区切りをつけたい。各茶、相手の出方を伺っているのか。まあ、ドライ E ピンなんで E ピンポンして、もう良かったですね。今、打点が必要なんで、形よりよしイーシャンテン。一番いいのは E ピン引き3ピン引きのどっちか。 E ピンは残り1、3ピンは4。まずはどんな形でもいい、張ってくれ。各茶どのように打ち回していくのか。1,2,3 ピン、おっと合わせて動き出した。1,2,3 ピン、もう白でもいい。あーっと対面軽快なつま上がり、うまく打たれてしまいましたね。上はもう悠々と、こんな点差なんでもう悠々と下マージャン打ってますね。もう下の人でどうぞと、下の人がリーチかけたら降りますと。これは南三局の親が回ってこないパティに入ってるんで、現在のトップはトイメンです。トン、何1何2は運らないことを目標に、積もられたら終わりなんで、リーチかけられたらある程度押さないと死にます。いややめて、何3局まで勝負したい。ちょっと待ってくれ、そんな急がないで。プレイヤー早くもリャンシャン。まだまだこっから、まあこれはちょっと極端すぎるか。こっからさすがに1位取ったことありますとは言わないですけど、ニチャは何3曲まで回せば。いやちょっと面前で行かせてください。
よしよしよし。あとは、E ピン、リアンピン引いて、メンホン、イッツー、リーチもかけちゃう。南平のシャボ待ち。A はポン。何もポンして。いや、ちょっと。面前リーチ行かせてください。上からドン、跳ねまんドン。こんなことが一回でもあれば。あー、そこ引きますか。いや、決めた。リーチだ。二枚目はさすがにポンかな。悔しいが。苦しい場になっています。二枚目はさすがにポンします。これまだ売ってる最中ですけど、トンバ。場は膠着状態。ドラのペアンコの時とか、人泣きしてればもしかしたら張っていた、相手の上がり阻止できていた、いろんなこうターニングポイント分かれ道あるんで、これはもうポンせざるを得ない。少し、ぬるいねと。その打ち方だと、上にはいけないよと言われると、ああまあそっかそっかと。電光石火の上がりです。少なくとも運が悪くてどう打ってても、これはもう、ツモとハイパイが噛み合わなくて、どう打ってても、ここは、しょうがないですね、と。いう一局じゃないんで。打ち方によっては、この展開防げたんで、まずは何三局親を回す。よし、いいよ。まだまだ諦めるわけにはいかない。二茶は見える。トップはきついけど。三マなんで、まさかの、ボーラス48000、ツモンみたいな、あるんで。それにはまず何三曲親を迎えることを。ドラはチーソー。ピーペーコードラドラ。またこの曲に関しては上が初のみ1000点で上がっても、まあまあ、悪くない。とりあえず何三曲に回すことだ。イーシャン、ドラ使ったイーシャンテにとって、テンパったらもうリーチか。ただパーピンが、これだ。よしよしよし、ちょっと数アンコ見ていいっすか。数アンコ見させてください。この点差で、一発かませるとしたら数アンコだ。お！乗りました。リーチ、イーペーコ。トイメン、これは思わぬ失点。これは早い上がりですね。ペイドラ高いですね。ペイドラ1。まあまあ、私がローン食らわなくてよかった。ドラは3ピン。8600でもまあ親だと一発で箱。よし。チート1ドラドラ。新郎とはな、急走いきなり積もっ。ちょっと待って。いやいやいや、沈狼となって、次、9層持ってきたら沈狼と狙う可能性ありですね。一応、1メンツ、2メンツ、3メンツ、4メンツと、ポンして4メンツあるんで、9層持ってきて。まあ、ただ、この辺スルーしてる時点で、沈狼とは今からはきつい。実際は、チートイツ、ドラドラと。次、急走持ってきて、その次、急ピンなんか来ると、あ、まあまあ、この辺で終了ですね。チートイツ。または、数アンコぐらいはちょっと、見たい。あ、まあ、貼っちゃったら、H。まあ、上は降りるでしょう。上はもうどうぞ、ビリなんで。あなたが上がって曲流してくださいのベタ折りだと思います、上は。ピースを切った。なので、上からの追っかけとか、上からのローンはないと。反対に左の親は、これはもう全突破でしょう。完全にこことこことの勝負で。上からチー、ポン、ロン、カン、リーチ、絶対ないと。一応自分の中では思うんで。左との一対一。相手の出方を伺っているのか。虎の3ピンもこの場だったら左はテンパったら切る可能性ゼロじゃない。
まあ、積もってもいい。なかなかロン。マジかよ。これは思わぬ失点。箱手は？になります。なんドラ。ない。いやいやダメダメダメ。何三曲まで絶対に。次積もられたらもうアウトですね。こんな点数じゃ、サンマじゃ。軽い手積もられても運る。2曲、日本馬、ドラはシャア、プレイヤーはナンチャです。最初にプレイヤーの。いや手はもらってるのにな。これは早い順目で転配ができそうですね。一体どんな結末となるの？ナンバーはいいとして、トンバの手作りは私だから取れなかった、上がれなかった、決めれなかった手作りをしてしまったんで、自分が招いた点差だなと。悔しいですが、まずは何三曲親を回してから、それから考える。この曲に関しては。まだまだまだ諦めるわけにはいかん。リャンペイコー。ピンフィーペイコー。引っ張ったらソクリー。パースをチーソー引いたら、大きくいくのか、リャンペイコーで。それとも、何三曲に回すのがまず第一の目的なんで、マンガンをハネマンにするとか、52をマンガンにするとか、そんなよりは。あっと、ここで仕掛けていく。おっと、合わせて動かした。よし、リーチ。ここはもう、上と左がつも言っても、私、運るレベルなんで、もうリーチして、上はまあ攻めないでしょう。私の理屈だ、理論だと、上の立場のことを考えれば上は攻める理由ないと思ってるんで、まあ、上の上がりを防いで、またさっきと同じ、左と1対1に持ち込むためのリーチ。よし、何三曲までは持ったぞ。命拾いした。どうだ、何点差だ。あーまあこの点差だったら、今まで逆転されたこともあるので、ボーラスでこの点差、まあまあこっからトップはある。サンマならある、ある。リーチ、レンチャン狙いのリーチ、ドラ1。いや絶対に作る。ここで見せ場を作れるか。ドラは9ピン。まあ、天砲と違って MJ がきついのが、リーチ、かけて、上はもう降りるし、左もいいやと。メタ降りされるときつい。一番最初に仕掛けるのは誰か。なので、リーチかけなくてもいい、自敗のポンのドラ頼みみたいなのが一番理想ですけど、そう簡単にはいかないか。頼む。一つ逆転の手を。これで連シャン点です。ここをまずザンク、チッチで連チャンして、次の親に雷ビリリと。メンホンリーチクラス、ちょっと左、なんだこれ、ピンズか？左はピンズでいいのか。左も微妙ですね。もう1000点でいいやって思っちゃう点差ですね。左からすりゃトップ見えないんで、三茶にはなりたくないんで、まあ、1000点の上がりでいいやと。なので、こんな、本位置いかない気がするんですけど、まあ、行ってますね。もうピンズ張ったのかもしれない。ピンズの本位置張ったのか。いや、まずは張ってくれ。勝負させてくれ。ピン、あ、今ウーピン取った。各茶どのように打ち回していくの、プレイヤー。ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。左がもうピンズの染めて、メンホンメンチン張ってんのかが、今、疑問です。なんかピンズの染め、合わせて動き出した。ロン。あっちゃ。神茶。これは上の人うまいな。うまく打たれてしまう。全部上の人の、まあ、点数っていう点数が多い。安心感と余裕から。
流しの上がりを見事に連続で決めてラス。このメーター前回メーターを飛ばしてしまったんでちゃんとヘルトコを見る。マイナス60であと2、3回マイナス引くと8段に降格と。結構8段から9段40回以上打ったと思うんで、まあ降格はしたくない。ただまあわからないので、まあ下がらないようにこれからも打ちたいと思います。3枚4枚いつも見てくれてありがとうございます。感謝しております。まずは9段の原点回復ようやくしてきました。そして上に上がって10段見えてきました。まずはこのセリフ言えるように打っていきます。ありがとうございました。